皆さんこんにちは。今回はケツメイシさんの桜をスラム奏法で弾く解説をしていきます。春になったら必ず聴きたくなる定番ソングですよね。僕も数ある桜ソングの中で一番好きな曲です。ただこれだけ定番の曲でありながら弾き語りではあんまりやってる方多くないですよね。それはこの曲は弾き語りでなかなかあの雰囲気を出すのが難しい曲だからなんですが、スラム奏法とはとても相性のいい曲となっています。というのはですね、この曲の特徴でもある四つ打ちのバス音、ドン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 というバス音ですね。こちら普通の弾き語りではなかなか再現できませんが、スラム奏法であればこのパームで再現できますので、ですのでドン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 というバス音を弾きながら歌うことができるというところがスラム奏法と相性のいい要因となっています。そのあたりも含めまして、この曲を弾き語りでしっかり演奏するポイントというのが大きく3つありまして、その3つのキーワードを並べますと、1つ目はリズム、2つ目がラップ、3つ目が転調ですね。これらのポイントについてこの動画の中で具体的に解説をしていきます。今回は簡単弾き編としまして、なるべくシンプルにスラム奏法初心者の方でも挑戦できるように解説をしていきます。そして次回はですね、しっかり弾き編としまして、こちらの演奏動画で弾いている今回よりももう少し難易度を上げたアレンジについて次回詳しく解説をしていきます。それでは早速本日の解説に移りましょう。はい、最初のポイント、リズムについて解説をしていきます。この曲は冒頭でも言った通り、やはり特徴は四つ打ちのリズムですね。ドン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 といった重低音の一定のリズムパターンが曲の始めから終わりまで続きます。ですのでこれがうまく表現できないとこの曲っぽさが出てこないです。ストロークのみだとその表現がなかなか難しいんですが、スラム奏法のパームを使ってそのあたりを再現しながら弾くことがポイントとなります。そこで今回の基本ストロークパターンがこちらです。弾いてみますとですね、タンタンタタタタといったパターンとなります。こちらのポイントを説明する前に先に言っておきますと、これが少し難しく感じる方はですね、重要なのは四つ打ちのリズム感ですので、これはもっと簡単にできまして、ダウンストロークとパームで、ダウンパームで4回タン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 と弾いていくでも構いませんし、もしくは今の2回目のところだけストロークせずにパームのみにして、ダウンパームパームダウンパームダウンパームのタン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 でも構いません。ただやはりこれだけだと少し音が寂しいので、今回はこのストロークパターンをマスターすることを目指していきましょう。こちらの基本ストロークパターンは全部で6回のストロークとなっていまして、1番目からダウンストロークとパームでタンの長さですね。まず最初はダウンパームでタンで、2番目がストロークはせずにですね、先ほどの弦の音はそのまま伸ばしてパームだけ打ちます。でこれでタンの長さですので 1,2 ですね、タンタンとなります。3番目がパームとダウンストロークで、今度は先ほどの半分の長さでタの長さですね。これでタの長さとなります。そして4番目がアップストロークでタの長さとなるんですが、今回のポイントはここですね。ここは手首を返す形の通常のアップストロークではなくて、ダウンストロークでグーからパーにした手を今度はパーからグーに戻すような形でアップストロークをしていきます。角度を変えて見せますと、グーからパーにした手をパーからグーに戻す形で、指先で弦を撫でるような形ですね。指先で弦を撫でるような形でアップストロークをしていきます。ダウンパームしてそこから戻すような形でアップストロークですね。こんな感じのアップストロークをしていきます。このダウンアップが早くできると、このような早いストロークパターンが可能となります。今回はこんなに速いストロークは必要ないんですが、このあたりのパターンに興味ある方はですね、こちらのアドバンスコーダの16部のストロークの中で解説していますので、興味あればご覧ください。基本ストロークパターンに戻りまして、5、6も同じくですね、パームダウン、そしてそこからのアップですね。パームダウンをして、でパーからグーに戻す形のアップとなります。ですので1番から見ていきますと、パームダウン、パーム、パームダウン、アップ、パームダウン、アップですね。これでタンタンタタタタとなります。タンタンタタタタですね。そしてこの曲は1カポとなっていまして、コードがですね、1曲を通して C メジャーセブンス、 D、 B マイナーセブンス、 E マイナーセブンスのずっと繰り返しとなっています。一部転調前の部分が少し違いますが、ほとんどこのコード進行で弾いていくことができます。ですのでコード付きで弾いていきますと、 C メジャーセブンスからですね、
こんな感じでずっとこの繰り返しでメロもサビも弾いていくことができます。試しに歌付きで弾いてみますと、最初のサビのところですね。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる。止まない春の風、あの頃のままで。こんな感じで弾いていくことができます。メロの部分も今のパターンで弾いていくことができまして、弾いてみますと、桜散り出す思い出すんだ、曇り出すあの頃また気にな、変わらない香り景色風、しかもは君がいないだけ。ここに立つと蘇る、込み上げる記憶蘇す、春風に舞う長い髪、たまえないことでまた触ったり。こんな感じで今の基本パターンでメロの部分も弾いていくことができます。ただこのラップの部分は弾きながら歌うの結構難しいですよね。こちらを練習する際のコツがありますので、ポイントの2つ目としてラップを上げていたと思いますが、この部分の説明に移っていきます。はい、それでは2つ目のポイントのラップについて解説をしていきます。なかなかアコギの弾き語りでラップを歌うというのは珍しいと思いますが、まあなぜあまり一般的ではないかというと、一つはですね、やはりラップとよく合うこの四つ打ちのリズムパターンというのはアコギだけでは表現しづらいというのと、でもう一つはですね、まあ単純に早口で歌いながら一方でリズムをキープしながら弾くというのが難しいというところですよね。ですので、いきなり弾きながら歌おうとすると挫折すると思いますので、練習する際のコツをですね、3ステップで紹介をしていきます。まずステップ1としましては、1拍目の表の歌詞が何かを認識するということです。具体的に見ていきますと、こちらに1番の A メロの最初の8小節を並べていますが、この赤丸をつけているところが各小節の1拍目の表の歌詞となりますので、ここをまずしっかり理解しましょう。ラップだと言葉数も多いですし、歌い始めと小説の頭が一致していないことが多いので、どこが一拍目の表か分からずに歌ってる方も多いと思います。それだと慣れないうちは、ストロークとどの歌詞を合わせればいいのか分からなくなってしまって、どんどん迷子になってしまいますので、その小説の最初のストロークと、この赤丸の歌詞を合わせるということをしっかり認識してください。そうは言ってもですね、どこが小説の頭の歌詞なのか正確に自分で探せるかちょっと不安ですよね。そういう場合はメロディー譜と言われるようなメロディーと歌詞が両方載ってる楽譜を買えばですね、今ここに映しているような情報を手に入れることができます。こちらは僕が自分で書いたものになりますが、だいたいプリント楽譜っていうサイトで手に入ります。この曲に関してはですね、僕が書いたものを、こちらの演奏動画のこの部分がメロディー譜となっていまして、載せていますので、こちらも参考にしてみてください。そしてステップ2はですね、その上でパームだけ入れて歌ってみます。パームはずっと4拍子で入っていきますので、1小節に4回ですね、ドン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 と。この最初のドンっていうのと、先ほどの赤丸の部分の歌詞をしっかり合わせて歌っていきます。赤丸部分を強調しながらですね、実際にやってみますと、桜散り出す思い出す意味なく、灯り出すあの頃また気になる、変わらない香り景色風、違うのは君がいないだけ。ここに立つと蘇る、込み上げる記憶蘇す、春風に舞う長い髪、たわいないことでまた騒いだり。こんな感じですね。必ず小説の頭の部分の歌詞とパームが合うようになっていれば、少しずれても次の小説の頭でまた修正して弾いていくことができますので、大きくずれることなく弾いていくことができます。そしてステップ3としましては、先ほどのストロークですね。これを入れまして弾いていくんですが、意識はやはり同じでですね、最初の赤丸部分がしっかり合うように弾いていきます。ですのでちょっと弾いてみますと、桜散り出す思い出す意味なく、灯り出すあの頃また気になる、変わらない香り景色風、誓うのは君がいないだけ。ここに立つと蘇る、込み上げる記憶蘇す、春風に舞う長い髪、たわいないことでまた騒いだり。こんな感じで弾いていきます。そしてこれができたら今度はコードをつけて弾いてみるといった感じですね。少し補足としてですが、サビをこの基本パターンですね、これに対して本当はメロはもう少しシンプルなパターンでいいので、最初のダウンパームだけ入れて、あとは3回パームのみっていうパターンでもいいと思います。ですのでダウンパーム、パーム、パーム、パームのパターンですね。
こんなパターンで弾いてみてもいいと思いますので、こんなことも参考にしながら練習をしてみてください。演奏動画の中ではアルペジオのスラム奏法で弾いています。ちょっと弾いてみますと、こんな感じで弾いていまして、こちらの方がパームが強調される感じですよね。こちらのパターンにつきましては次回の動画の中で解説をしていきます。ということで、ポイントの2つ目のラップ部分につきましては、一拍目の表の歌詞をしっかり意識した上で練習するという内容でした。それではポイントの3つ目に移りましょう。はい、3つ目のポイントは転調ですね。この曲は C メロの後に半音上げの転調をして最後のサビに入っていきます。ですので、これまでずっと C メジャーセブンス、D、B マイナーセブンス、E マイナーセブンスの繰り返しできてましたが、ここからはですね、C シャープのメジャーセブンス、D のシャープ、で C マイナーセブンス、F マイナーセブンスの繰り返しとなります。ですのでちょっと弾いてみますと、とこんな感じになるんですが、これら全てバレエコードとなっていまして、で手の移動も大きいですし、この後サビアウトロと結構長い間これを繰り返し繰り返し弾き続けるのって結構大変なんですよね。今まで左手は簡単だったのに、この転調があるばっかりに急に難易度が上がってしまって挫折してしまうというパターン結構多いです。そんな時におすすめの道具がありまして、こちらのグライダーカポという道具があります。これですね、グライダーカポと言います。これを実際につけていきますと、つけ方は難しくなくてですね、こんな感じで上から蓋をするような感じでつけていくと装着することができます。こんな感じですね。で、特徴はですね、左手の親指でフレットを移動できるという点ですね。こちら角度を変えますと、こんな感じで左手の親指1本でフレットの位置を変えることができます。ですので最初から転調のところまでは1フレット目につけて弾いていて、転調のところで2フレット目に変えてしまえば、これで半音上げが終わっているので、今まで通りの C メジャーセブンス、D、B マイナーセブンス、E マイナーセブンスと同じコード進行で弾いていくことができます。具体的には C メロの終わりのところがですね、D サス4、D。で、ここで転調が入ります。ですので、2カポに移動をさせて、で、この状態でもう一度 D サス4、D と。弾いていきます。これをスムーズにやってですね、こんな感じで、でこの後サビになりまして、今までのコード進行で弾いていくという形となります。スムーズに弾くのには練習が必要ですが、ここさえ乗り切ればですね、今まで通りの楽なコード進行で弾くことができますので、ぜひ取り入れてみてください。いくつか僕が使ったことがあるグライダーカポを概要欄にリンク置いておきます。使用感などコメントしておきますので、参考にしてみてください。はい、この曲を弾くポイントとなるリズム、ラップ、転調について解説をいたしました。まずはこのポイントを押さえながら練習いただければと思います。次回はもっと作り込んだ弾き方の解説を行っていきます。演奏動画の方でも弾いている方法ですね。それではまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。